育成シミュレーションゲーム。2007年9月6日発売。開発会社はヒューネックス。キャラクターデザイン、原画は、サラチヨミ。本作は、女性プレイヤー向けで、女性主人公が、母親となって、実の息子の双子のうち一人を育てる内容になっている。育成期間は3歳から18歳までで、 プロデュースによって、息子の性格が3パターンに変化し、将来が左右される。主人公の旧姓と主人公と息子の名前は、変更可能。両親はおらず姉と二人で生きてきた、相葉夏美は、通っていた式が現代学で、考古学教授をしている、遺跡マニアの変わり者、指導聖志郎と出会い、猛烈なアタックを受け交際することになるが、 指導家の当主である聖四郎の母親は、夏美の家柄に偏見を持ち交際を猛反対し、夏美を毛嫌いする。しかし、夏美の妊娠が発覚し、周りもしぶしぶ二人の仲を認めるが、出産直前に、聖四郎がエジプトに旅立つ。一人で、双子の子供を産み、聖四郎が戻るまで一人で育てようとした、夏美だったが、 聖四郎の母親にその状況を激怒され、双子は夏美側と指導屋側でそれぞれ引き取ることになる。愛する息子を引き離され昇進するが、いつか戻ってくる聖四郎のためにも息子を立派に育てていこうと決意し、たくさんの問題を抱え逆境にありながらも、意地と根性で育て上げるという挑戦を始める。ありがとうございます。